初期のノートパソコンで PDQ データベースにアクセスする女性フィジシャンデータクエリーは米国国立がん研究所の包括的ながんデータベースである。これにはがん治療、スクリーニング、予防、遺伝学、支持療法、保管、代替医療に関する査読済み要約、世界中の6000件以上のオープン及び17000件以上のクローズドながん臨床試験のレジストリ、 および遺伝学サービスを提供する専門家のディレクトリが含まれている。PDQ は2つのデータリソースを提供している。MC が未用語辞書は、修学的な研究班のレビュアーが生鮮した癌に関連する用語のリソースであり、毎月リリースされる。MC 薬剤辞書は、癌患者、または癌に関連する疾患の治療に使用される薬剤、医薬品の技術的な定義と、 同義語の構造化されたリストである。んしではまた、んし用語ブラウザの一部として、概要語辞書の閲覧可能なバージョンを提供している。ありがとうございます。